Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Leonardo da Vinci。Many wise men have written as follows. Don't judge people by their appearance or their looks, because what you see is what they want you to see. Looks often can be deceiving. So is about God we see. Then, what do you think about these two gods?One is so beautiful and elegant, and another one is so ugly and awful. 賢人たちはこう書き残しています。人を見かけや外見で判断してはいけませんよと。なぜならあなたが見ている部分は彼らがあなたに見てほしいところのものだからです。外見は得てして人を欺くものですよね。神々もまたしかり。で、あなたはこの二人の神をどう思いますか？一人はあまりにもエレガントで美しいですが、もう一人はあまりにも醜くひどいですね。広し林浜松シティ、ジャパン。角を持ったイエス・キリストの話をします。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの絵です。イエス・キリストです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされています。このイエス・キリストの絵の中に角が描かれていました。隠し絵、騙し絵の手法です。この部分に注意してください。明るくしてみます。すると髪の毛が現れます。で、180度回転させ、そしてこの髪の毛に着色してみます。髪の毛ですよね。左も着色してみました。よく見てください。髪の毛が螺旋形にぐにゃっと曲がっているのがわかります。で、顔を反転させますと、イエス・キリストの頭には角があるということになります。同じような角をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。この丸い部分にそれが描かれています。拡大してみます。一般には羊と言われていますけれども、これは羊の顔ではありません。白黒を反転させてみます。するとこういう動物らしきものになります。これは何かということですね。同じような動物をサバジオスの手の、その手の中に見ることができます。上がサバジオスの手です。そして同じような動物をレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がアンギャリの戦いの絵の中に描いています。これらの角を比較してみてください。そして同じような角を持った神が言うまでもなくバフォメットということになります。バフォメットの角を見てください。そして比較してみてください。一番左がバフォメット、左から二番目がダ・ヴィンチが描いたイエス・キリストの絵、そしてその隣上が
サバジオウスの手の中の動物、そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチ・ナルガーが描いたアンギャリの戦いの中に描かれている動物、そして右がミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描かれている奇妙な動物ということになります。これらの絵を逆に順を追ってみると、もう結論はお分かりですね。バフォメットイコールイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストからのメッセージということになります。ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブアノティなどの操り人形を使って自らのアジェンダを人間に示しました。その上に当然君臨するのが1500年後のイエス・キリストということになります。この絵そのものは一応アンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた絵とされていますが、私林博士は1500年後のイエス・キリスト自身の自画像であると判断しています。最後にもう一度考えてみてください。人は見かけや外見で判断してはいけません。同じように神もまた見かけや外見で判断してはいけないということですね。となると、なぜイエス・キリストはあえて右のような醜い神に自らを描いたかということです。つまりそこに1500年後のイエス・キリスト自身の深い人間に対するメッセージが込められているということになります。言い換えると、1500年後のイエスはあえて自らをこのような姿で表現することによって真の教えを私たちに伝え残したということになります。繰り返します。神を見かけや外見で判断してはいけないということです。 Bye for now. Never judge people or anyone by appearances. Looks can be deceiving, or a rich heart may be under the poor coat. A wise man writes that, I've learned people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forgetHow you made them feel. Then I say that, judge people how they have made you feel now. How do you feel him or her in your heart? Judge people how they are in your heart. So is the same about God.You may judge God by his heart. どんな人でも見かけで判断してはいけませんよ。見かけだけでその人を判断すると失敗しますよ。つまりね、見かけが悪い人ほどひょっとしたら心の中は豊かということかな。で、ある賢人はこう書いていますよ。私はこんなことを学びましたよ。つまりね、人というのはあなたが言った言葉は忘れるでしょう。あなたがしたことも忘れるでしょう。でもね、あなたがその人をどう
感じさせたかということについては忘れないものですよと。で、私はこう思うのです。つまりね、人を判断するときはその人があなたをどう感じさせたかで判断しなさいよと。心の中にいるその人はどんな人かな、その心の中にいる人を見て判断しなさいよと。人だけではありませんよ、神もまたそうですよ。神もまた見かけで判断してはいけませんよ。神を判断するときもあなたの心の中を見て判断してくださいよ。広し林、浜松シティ、ジャパン。続く動画をご覧いただく前に、もう一度最初から説明しておきます。今度、ウォルト・ディズニー作品として公開される美女と野獣の一コマです。で、これが野獣ということですね。頭の角に注意してください。この角はバホメットの角を表現していると私、林浩司は判断しました。なぜバホメットなのか。みんなカペラ・シツィナの天井画として描かれている、まあ、ミケランジェロなる画家が描いたとされる、まあ、ヤギの絵ということになります。羊ではありません。そして左下が、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には大変奇妙な動物、すなわちヤギが描かれています。このような形で1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代にミケランジェロという操り芸術家を通してですね、右上のヤギの絵を描きました。そして左下のやはりヤギの絵をですね、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形芸術家を通してこのような絵を描きました。これからその事実を証拠を添えてゆっくりと証明しますが、ここに描かれているのは一人の神、つまりイエス・キリストということになります。そしてその心はフリーメイソンからさらにその上位団体のイルミナティへとつながっていきますが、なぜイエス・キリストはこのような像を自ら描いていったか、そこには深いイエス・キリストの思いが込められていると私、林浩司は考えています。人は見かけで選んではいけません。同じように神を見かけで判断してはいけません。続く動画をどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチ and マイケランジェロ・ヴァノラティ both of whom were puppet artists for Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Then both puppet artists left messages to us humans that Baphomet is Jesus Christ himself.Here it's my pleasure that I can show you the messages with which I prove that Baphomet is Jesus Christ himself with evidence. One thing is very clear and important, that you may not judge good people or evil people only from the appearance, nor you mayAbout God. ダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしてもルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。そのダ・ヴィンチと
ミケランジェロは次のようなメッセージを私たち人間に残しました。つまり、バフォメットはイエス・キリスト自身であったというメッセージです。この動画の中では、そのメッセージを皆さんにご覧いただくと同時に、証拠を添えてバフォメットはイエス・キリストであったことを証明します。ただ、一つ重要なことは、人というのは善人か悪人か、外見だけで判断してはいけないということです。神にしても、また、しかり。広し林、浜松シティ、ジャパン。あの、アルバート・アインシュタインは、こう書き残しています。常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊であるとです。神を理解するためには、一度その常識をひっくり返してみる必要があります。今日の動画を進める前に、もう一度この事実を確認していただきたいと思います。何度も説明してきましたが、ここが今日のポイントの一つということになります。ミケランジェロなる画家が彫ったとされるペーター像です。このペーター像のイエスの向かって左側、右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコとできています。これはイエス・キリストです。その腕にはこのようなコブがボコボコボコと表現されています。注意深くご覧ください。そして同じコブを持った人物を同じくミケランジェロなる画家が描いたとされる、カッシノの戦いの中に描かれています。向かって右下のこの人物、鼻冠をつけたこの人物です。この人物の左腕に注意してください。立てて反転して拡大してみます。そうしますと、この人物も同じように腕にですね、コブがあることがわかります。注意深くご覧ください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、左がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストであることを示しました。注意深く比較してください。この肘のところのコブ、そして上腕のヒレにも注意してください。明るくしてみますと、そのヒレがよくわかります。繰り返します。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして同じコブ、ヒレを持った人物を、1500年後のイエス・キリストのもう一人の操り人形芸術家であったダ・ヴィンチなる人物を通して、1500年後のイエスはこのスケッチ画を残しました。同じようにヒレが表現されています。ですから、一番左がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして右もイエス・キリストということになります。もう一度繰り返します。左下がピエタ像です。イエスですね。そして右下で足の皮をベローっと剥いでいるのがイエス自身ということになります。こうしてコブとヒレで、まあこれらの人物がですね、つながったということになります。で、2000年後のイエスということになりますけども、ここに描かれているのは今から2000年前のイエス・キリスト自身と私、林博士は判断しています。というのも、カッシナの戦いの右下に書かれているこの人物と、そして右のダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの人物は一致します。顔が同じです。二つに割れた顎。それから、まあ、頬、こけた頬、小さな耳、小さな小耳。そして、まあ、独特の鼻ですね。わし鼻。それから鋭い目。頬。それから耳の人のコブもやはり特徴ですね。そして歯並びの悪い歯などが、まあ2000年前のイエスの特徴ということになります。
まあ今から500年前にこれらの絵が描かれたということになります。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、その人物がカッシナの戦いの中に描かれています。繰り返します。頭には花冠をつけています。ここに描かれているのは12人の弟子、プラスアルハですね。そして、水の中からはユダの手が外に覗いています。カッシナの戦いはそういう絵だということですね。つまり、左上のこの絵はイエス・キリスト、ダヴィンチ・ナルカが描いたとされています。中央はカッシナの戦いの中のイエス・キリスト、ミケランジェロ・ナルカが描いたとされています。そして、右がペーター像です。ミケランジェロ・ナルカが、芸術家が彫刻したと言われています。まあ、こうした芸術作品を1500年後のイエスが残したということになります。ここを確認してください。そして、左がイエス・キリストですね。そして、右は、やはり、ダヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。この両者は、違いがないという点で同じ人物と、私、林博士は判断しました。目尻の小さなイボですね。それから、頬。といった点を順に精査していきます。やはり、小さな耳、小さな小耳。それから、耳の下のコブ。こうしたコブですね。まあ年齢差は大きくあるように見えますが、基本的には同じ顔です。同じ顔ですね。そして小さな、まあ、小鼻ですね。それから耳の鼻の途中が膨らんでいる。歯並びの悪い歯。というふうに照合していきます。つまり、このセント・ジェローム、右のセント・ジェロームはですね、まあ私は500年後の、まあ、いわゆるまあセント・ジェローム、を表したものだと思っています。あるいは1500年後のイエス自身の自画像だったということにも、とも考えられます。繰り返します。左は今から2000年前のイエス・キリスト。右は今から500年前のイエス・キリストと私、林博士は判断しています。まあ、このような形でイエス・キリストはですね、ルネッサンスの時代に、まあ、自分の自画像を残したということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は自分の自画像を1枚しか残さなかったというのは嘘で、彼が描いたと言われているほとんどの人物像は、自らの姿を、まあ、表したものだということになります。まあ、ここでは何を示しているかと言いますと、耳というのは大変個人差の大きい部位です。が、その耳についても同じだということですね。まあ、そうした点に注意してください。耳の下のコブ、大きな頬骨にも注意してください。つまりこれら両者は共にイエス・キリストであるということです。年齢差はあります。しかし同じだということですね。三白眼、鋭い目、細い眉毛にも注意してください。目尻のこの、なんて言いますか、小さなコブですね。それから目の付け根のイボも一致します。注意深くご覧ください。つまりこれら人物は同じということですね。このような形で1500年後のイエスは自らの自画像を残した。ここで注意していただきたいのは、左の人物がイエス・キリストであるということです。この人物と同じ人物がですね、アンギャリの戦いの中に出てきます。繰り返します。左の人物と同じ人物がダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中で出てきます。それについてはこの動画の中でもう少し後に説明します。左の人物に注意してください。そして記憶に留めておいてください。まあ、ここではですね、左も右も、まあ、1500年後のイエスが自ら書き残した自画像であるという点です。そしてこれらの絵をもとにデータベースの基本が作られて、私たちが知っているあの老人のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像が捏造されました。ともかくも左上がですね、これがダ・ヴィンチの書いた、まあ、男ってことになりますよね。しかし、この人物に注意しておいてくださいね。そして、右が、アンドレア・デル・ベロッキョの書いたセント・ジェロームです。やはり、全く同じ特徴を兼ね備えています。写真のように精緻に書かれています。これが、アンギャリの戦いです。下で頭から血を流して倒れているのが、これが替え玉のイエスです。手には聖痕が描かれています。隠し絵、騙し絵の手法で書かれているわけですね。赤間のところに聖痕が描かれています。これは替え玉のイエスです。替え玉のイエスが図らずも処刑されました。それに起こった、まあ、本物のイエスがですね、ちょうど中央上で刀を振り上げています。左の人物も同じ人物で顔が同じです。注意してください。そして先ほどの私がイエス・キリストといった人物とアンギャリの戦いの中に描かれているこの男はですね、全く同じです。
注意深くご覧ください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。注意深く判断して皆さん自身の目で判断してください。左は、イエス・キリスト自身ということになります。いわゆる2000年前のイエスということになりますね。替え玉のイエスが殺されたのは今から2000年前です。そうして左がイエス・キリストですね。ですからこの左上の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そしてそのイエス・キリストが左に描かれていますね。繰り返します。これは替え玉のイエスです。頭から血を流しています。替え玉のイエスは殺されています。そして手には聖痕があります。赤丸で囲いました。ここが今日の第2の重要なポイントですから、注意深くもう一度確認しておいてください。つまり、この替え玉のイエスが殺された時の、イエス・キリスト自身の顔が左に描かれているということですね。この左の人物が後で重要なキーワードとなります。キーポイントとなります。そして右上の黄色い枠で囲ったのは私はローマ兵だと思っています。ローマ兵の兜を被っています。そして繰り返しますが、この人物、左の人物と中央の人物を比べてみてください。違いがないという点で、この人物は同じ、すなわち右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエス・キリストということになります。繰り返します。右がイエス・キリストでしたから、左の人物もイエスイエス・キリストということになります。この左の人物がバファメットイコールイエス・キリストであったという重要な証拠となります。さて、冒頭でお見せしました、絵をもう一度見ていただきます。一般にはこれがイエス・キリストと理解されています。そして右がバファメットです。見るからに恐ろしい形相をしています。悪魔、サタンと位置づけられています。まあ世間ではですね、悪魔教と言われています。しかし、右こそが1500年後のイエス・キリスト自身の、まあシンボル的な肖像画ということになります。それをこの動画の中で証明します。ここで重要なことは、常識というのは18歳の時までに作られた偏見の塊であるというあのアインシュタインの言葉です。つまり私たちは常識という偏見の塊であるということですね。まあ人間というのは外見だけで判断してはいけないということです。神もまた叱りということになります。話を先に進めます。ミケランジェロなる芸術家が彫刻したと言われているピエタ像です。もう一度、ピエタ像に注意してください。向かって左側、マリアの今度は右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。Hand of Signum です。マラノの手と呼ばれています。マラノというのは隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教はカトリックの迫害を恐れて、表向きはカトリック教徒のふりをしながら、陰でユダヤ教を信仰していました。マラノの手です。現在の法王は、その、この流れを組むですね。マラノの流れを組むイエズス会のメンバーです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。これがマラナス。いわゆるシグナムマラーノです。マラヌスの手と呼ばれています。イルミナティ、それからイエズス会のシンボル、的なハンドジェスチャーです。そのハンドジェスチャーをですね、ミケランジェロがピエタ像の中に表現していたということです。イエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。マリア教と化したカトリック教に対抗してイエスはこのような形で自分の立場を表明したということになります。これはベロッキオとダヴィンチの書いたイエスの洗礼の絵です。中央に立っているのは替え玉のイエスです。向かって右にいるのはヨハネと言われていますけども、この人物はマラヌスの手を表現しています。この、システィナ礼拝堂の神もやはりシグナムマラノの手をしています。中央の神に注意してください。中指と、薬指がくっついています。向かって左側の女性は後で言いますけども、サバジオスの手を表現しています。まあ、ともかくも、
マラヌスの手を表現しているということですね。そしてこの紙も両方とも、マラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。ミケランジェロを通してですね、1500年後のイエスはこのような形で自分の立場を鮮明にしました。アンチカトリック、アンチマリア教にという立場を鮮明にしました。中指と薬指がくっついている点に注意してください。サバジオスの手について説明しておきます。ペーター像に話を戻します。ペーター像の向かって左側、マリアの右手は、マラヌスの手を表現しています。そして向かって右側、マリアの左手はサバジオスの手を表現しています。サバジオスというのはトルコ中部の古代の神です。トゥルニシアンの神です。その神をフリジアンがバビロニアにもたらしました。右がサバジオスの手です。蛇が絡んでいますから見にくいかもしれませんけども、このサバジオスの手をマリアの手が表現しているということですね。つまり、トルコの古代の神だということです。これがサバジオスの手です。そしてこれがサバジオスです。ジオスです。手に注意してください。三本指を伸ばし、そして、薬指と小指を曲げています。これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。で、サバジオスについて簡単に説明しておきます。これがサバジオスですね。神の中の神ということになります。フリジアンとトラシアンですね。の父なる空の神を意味するということですね。イタリア在住の研究者の方によれば、フリジアンではなくて、トゥリシアンの神だということですね。そしてそのジオスが後のゼフスにつながっているという説もあります。ともかくもサバジオスというのは神の中の神ということになります。そのハンドジェスチャーをペーター像の中のマリアが表現しているということですね。そして同じくレオナルド・ダ・ヴィンチもサバジオスの手を随所で表現しています。左の子供はこれは餌です。右の子供がヨハネと言われていますけども、これが、神の子ということになります。手のハンドジェスチャーに注意してください。三本指を伸ばして、二本曲げてますね。左はこれロンドン版ですけども、やはりサバジオスの手を表現しています。つまり、この子供こそが神であるという証拠になります。左の子供は繰り返しますが、まあ、別のところで証明しましたが、餌です。ペーター像のマリアは右手でシグナムマラヌ、そして左手でサバジオスの手を表現しています。そしてそのサバジオスの手に注意してください。バフォメットもやはりサバジオスの手を表現しています。つまりバフォメット自身も神であり、そしてイエス・キリストであることを示しています。ハンドジェスチャーに注意してください。三本指を伸ばし、そして二本の指を折り曲げています。そしてダヴィンチなる画家もですね、随所でイエス・キリストの手を表現していますが、この手に注意してください。サバジオスの手です。こうしてサバジオスの手で、バフォメットとイエス・キリストがつながりました。が、皆さんはこの程度では満足なさいませんね。バフォメットが真似をして、まあ、神のハンドジェスチャーをしている。というふうに考える人もいるかもしれません。そこで先ほど言いました、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いにもう一度注意してください。イエス・キリストですね。バフォメットですね。中央がバフォメットです。そして右がペーター像です。皆、サバジオスの手を表現しています。そしてポーズも大変よく似ています。やや向かって左側の右腕を上げ、そして向かって右側の左腕を下げていますね。まあ基本的なこれがポーズだということです。では、この動画の核心部分を説明します。これら三者は皆共通してサバジオスの手を表現しています。そして中央のバフォメットに注意してください。同じくサバジオスの手を表現しています。そのサバジオスの手の平の中心に奇妙な動物が彫り込まれています。明るくしてみるとそれが
ヤギのような動物であることがわかります。そのコンセプトはバホメットと一致します。注意深くご覧ください。つまり、バホメットは自らを、このような形で表現したということになります。そして、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。ミケランジェロなる操り人形芸術家が描いたとされる神聖な礼拝堂の天井画です。その随所には奇妙な動物が描かれています。一応、羊ということになっています。が、これは羊ではありませんね。注意深くご覧ください。反転してみると、それはまさしく、バホメットの顔となります。バイ・林博士です。つまり、このような形で、ミケランジェロもダ・ヴィンチも、そしてバホメットも、ヤギのような動物を共通して表現したということになります。注意深くご覧ください。これが今日の核心部分です。右はサバジオスの手のひらに描かれていたヤギのような動物ということになります。では、これら三者は誰かということになります。そこで先ほど説明しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いを思い出してください。これがアンギャリの戦いです。舌で頭から血を流し、息絶えようとしているのが、これが替え玉のイエスです。手の甲にはですね、聖痕が描かれています。それに起こった、今から2000年前のイエス・キリストが左上に描かれています。この人物はイエス・キリストでしたね。そしてその胸に注意してください。その胸にはこのような動物が描かれています。ヤギのような動物です。注意深くご覧ください。この動物と上三者は同じです。つながります。つまり、先ほども説明しましたように、下の人物は今から2000年前のイエス・キリストということになります。そのシンボリックな、動物がこの動物ということになります。この動物を介して上三者は実はイエス・キリストであったということを示しているということになります。つまりこれが証拠だということですね。つまりアンギャリの戦いの中に描かれているイエス・キリスト自身が、証拠だということになります。こうして四者がつながります。つまりこれはイエス・キリスト自身、もしくはイエス・キリストを表すシンボリックな動物を、ディフォルメした、神ということになります。少なくともバフォメットはイエス・キリストということになります。人は見かけで判断してはいけませんね。善人悪人を見かけで判断してはいけませんね。神もまたしかりということになります。イエス・キリストは自らを向かって右側のような醜悪な自分を表現することによって、見かけで人を騙さないという、姿勢をこのような形で示したと私、林博士は判断しています。が、それは同時にイエス・キリストの私たち人間に対する優しさであったかもしれません。いかがですか？が、その事実をもう一人知っていた人物がいます。それがアメリカの初代大統領、ジョージ・ワシントンです。バフォメットを中央に置く俗に言う悪魔教です。が、悪魔ではありません。イエス・キリスト自身です。そのことをジョージ・ワシントンは知っていたと思われます。ジョージ・ワシントンはこのバフォメットを信仰していました。左がジョージ・ワシントンの像です。注意深くご覧ください。ジョージ・ワシントンです。このジョージ・ワシントンはですね、自らをバフォメットに似せてこのようなポーズをとっています。左がジョージ・ワシントン、右がバフォメットです。上半身裸でポーズは同じです。そして、ジョージ・ワシントンの手はですね、はっきりしませんが、ワシントン記念館へ行けばわかると思います。その手はサバジオス、もしくはシグナム・マラウノの手をしています。バフォメットの中には、シグナム・マラウノの手をしている像もあります。ともかくも、ジョージ・ワシントンはそのことを知っていたと思われます。そして、それがイルミナティへとつながっています。フリーメイソンの上位団体であるイルミナティです。
イルミナティの公式ホームページを翻訳しておきました。この惑星における世界の指導者、全体として人類のさらなる繁栄を目指し、とあります。簡単に言えば、フリーメイソンの上位団体ということになります。そしてその精神は現在のアメリカへと引き継がれています。アメリカの1ドル札の裏には Eye of Prometheus、プロメテウスの目が表現されています。I am watching、 私はあなたを見ていますよという意味ですね。そしてそれがバフォメットへとつながっているということになります。バフォメットはイエス・キリスト自身でした。あるいはイエス・キリストを表すシンボル、マークでしたね。この左の枠の方はですね、シグナム・マラノを表現しています。マラヌスの手です。右は、サバジオスの手です。こうしてつながっていきます。そして現在のアメリカの指導者たちもやはり同じようなハンドジェスチャーを時々見せています。まあ、このような形で現在のアメリカにつながっているということです。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士ということになります。 Bye for now.